北風、眠気の限界。四季君は見ぬふりをしないはず。うむ、四季君、北風をベッドに運んでくれる。北風の直感がまた当たったぞ。指揮官のそばにいると北風の心も穏やか。だから北風、指揮官のそばにずっといたい。いい？いいなら指切りする？秋月型の皆が教えてくれたぞ。指揮官のような素晴らしい人は約束をたがえるはずがない。戦の指揮を取る者は刀を持参すると聞く。うむ、この子は重くない。安心するがよいぞ。ふうふう、北風、眠気の限界。指揮官は見ぬふりをしないはず。うむ、指揮官、北風をベッドに運んでくれる。北風の直感がまた当たったぞ。